あちこリニューアルポッドキャスティング。いや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 、今のは分かりましたか？どちらが言ったか分かりますか？どちらが言ったか分かりますかって言った時点で俺が言ったって分かるよ。そうですね。ね、はい、この番組はカシカの藤原誠二と、株式会社アーチコアの多田健二がですね、さまざまな、悩みや世の中に起こっているこの出来事をこのデザイン思考とクリエイティブ思考でぶった切っていこうというね、番組でございます。はい、ね、大好評でございますね。これ結構ポッドキャストそんな声聞いてますか？僕の中では大好評のそういうことね、そういうことですね。なんかね、やっぱり聞いてるといい話をね、ちょこちょこしてます。でもほんまにね、これ聞きますよ。本当に僕の周りはあれ本当に面白いよねとか、あと聞きやすいよねとか、あと2人のそのコンビネーションがものすごいいいよねとかね。ありがたいですね。ありがたいですね、本当にね。ただまあ世の中コロナがまだまだ終わる気配なく、噂では多田さんのトピックとして、なんと、ワクチンを打ちはるとそんな情報届いてますか？その情報今ちょっと小耳に挟みました。そうなんですよ。本当にもう来週とかちゃうかな。もう予約されたんですか？予約してもう1回目も2回目も近くのねちょっと施設で打つんですけども、なんかねあれ市とかによってなんかファイザーとかモデルナとかなんか決まってるんですけど、なんかねうちの市はファイザーだとっていうので、僕ねなんかもう分かりませんよ、分かれへんけどファイザーの方がいいなってなんか思ってて、あそれやったら打とうかなって思って、でなかなかその予約もできないとか言われてたんですけど、なんか本当に僕の近くの施設はもうなんかがら空きなんですよもう予約し放題みたいなとこがあって、めちゃくちゃいいですよ。ほんでその1回目と2回目を予約して、まあ打とうかなと。なるほど。でほんでここへ来てやばい、自分たちの周りの知り合いとかが、コロナにかかったとかっていうことが結構増えてきましたね。あもうこういう感じにも来てるんだみたいな。もう本当なんかインフルエンザぐらいのノリの、そう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 でかかってる人をやっぱり見てるとやっぱりもう熱下がらへんとか大変そうですね。これはやっぱりちょっとかかるよりやっぱりねワクチン打ってまだ副反応の方がね絶対マシなんで、これはやっぱりもう打っといた方がいいかなということで、ファイザーならということでもうパパッと予約したんですけどね。なんかね、どう打つのがいいのかあかんのかみたいな、そうっすよね、いろいろあるけど、そればっかりはもう本人がねもう決めてくださいということなんですけど、またほんでなんかワクチン打ってないと入られへん店とか出てきそうですもんね。なんかそういう制限もかかってきそうやから、そろそろねワクチンパスポートができるのかどうなのかっていう話もありますけれども、なんかでもやっぱ大阪市はすごい予約取れないみたいですね。あそうですか、そうですか。僕もねまあ打とうかな思ってるんですけどね。藤原君もなかなかあれですか？もう紙来ました？いや紙来たんですよ。ほんでなんかね予約しよう思ったらもうね予約の日バーンって押したらもうバーってずっとねなんかこうローディングみたいなの回って、ほんでパッてなったらもう全部埋まってるみたいな。確かに確かに、そうそう、なんか僕のとこもそこ以外はもう全部8月9月と全部日がなかったんですけど、そこだけなんかずっとガラ空きなんです。おいいですね。たまたまですよね。素晴らしいね。まあなんかでもねそこら辺まで行ってでもね逆に打った方がいいんちゃうかっていう。そうっすよね。なんかね噂ではなんかあれでしょ、海外は日本もあんのかな、ジョンソン&ジョンソン製っていうのあるんですよね。あそうなんですか。噂では。これしかもこれ1回でええらしい。えそうなんですか。そうほんで俺も何それ自体はなんか2倍濃いんですかね。いやなんかねなんていうかかかるのを防ぐ力はすごい弱いらしいんですよ。ただその重篤化せえへんあれがすごい強くて、それでまあそれでいいじゃないですか。それでいいよね、はい、結局その、まあ、その重症化せえへんやったら、そう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 、そんなんがあるんや、なんかあるっていう、ジョンソン&ジョンソン、もう名前でもいいじゃないですか、もうそう確かに確かに、うん、信頼の、うん、信頼のなんかね、なんかそれあったらいいなと思って、1回で終わりたいんですよやっぱ、確かに、なんか2回行くんがね、ね、やっぱちょっとね、で2回目の方がやっぱり副反応強いとかって聞きますしね、やっぱりね、うん、ね、まあまあまあ、でもたださんも打ち張るということでね、皆さんもね、また多分次の時はもう1回打って、うん、2回ひょっとしたらもう打ち終わってるかもしれないんで、うんうん、そのご報告をまたしたいと、ね、いいですね、どういう反応があったか思います、ね、はい、ということで今日はですね、はい、ちょっと先日多田さんがクラブハウスかな、クラブハウス、はいはいはい、ゲストで、あ、はいはいはい、ゲストにね、出てた山本千代さんの番組で、はい、でゲストにゲストで出た時に、はい、出ました、ちょうどそのアーカイブが YouTube で上がってて、はいはいはい、で僕まあ大体アーカイブで見てるんですけど、デザインとか、ありがとうございます、でその時にちょうどブランディングの話を、あ、そうですね、ブランディング写真写りの件から、まあ多分ブランディングの話に行ってはって、でまあ電子書籍もまあそういうの出してるということで、まあただまあそれでずっと聞いてはった人がスピーカーに上がってきて、まあなんかその質疑応答ね、質疑応答で。でまあ、そのブランディングっていうのは、まあ、自分はこう思ってたんやけど、まあ、多田さんの話を聞いてると、うん、もうちょっとこう違う意味で、まあ、捉えられてるのかなと思いましたみたいなのを質問かなんかされてて、多田さんがごっつい回答されて、ね、うん、あ、そうですか、そうですか、ありがとうございます、ぜひね見ていただきたいんですけどね、はい、どういう回答やったかこそ忘れてしまってますけど、それほんま聞いてくれましたそれほんま聞いてるかどうか疑惑はありますけどね、うん、ちゃんと聞いたんですけどよかったということだけをめちゃくちゃよかったで、まあ、それにすごい僕も共感してたんですけど、うん、まあ、すっかり忘れてしまいました、うん、忘れてるというね、まあでもちょうどその時もアップルとか、そういう、ね、ブランドの話をされていて、ブランドっていうのは、まあもう信頼と、あれだけで、まあ、その製品も見てないのに予約して買いたいっていう人が増えるぐらい、うん、まあ、好きになってもらうみたいな、うん、その通りやな、それがブランドでしょというね、うん、ブランドでしょと、うん、結局そこに信用がないと、うん、成立しないですよねっていうね、信用を担保した、価値みたいなことを言うてはって、まあその通り、うん、ででも僕ら、まあ、今日はそのブランディング論ではないですけど、はいはいはい、ちょっとまあブランディングという言葉が結構、うん、人によってまあ捉え方がね、そうですね、様々だから僕はやっぱりそういうところでブランディング論を結構その、うん、話すことが多いんですけど、うんうん、僕は聞きたいなと思う、藤原君のねブランディングのちょっと聞きたいなと。いやなんていうんですか、僕の場合はなんかこう世の中にブランディングとはこうですよ、うん、みたいなことじゃなくて、仕事面としてね、あ、そうですね、ブランディングしてくださいという依頼もあるじゃないですか。藤原君とか、まあ、僕もそうですけど、多いですよね、そのブランディングを、デザインしてくださいとはちょっと違う、ちょっと違いますね、じゃないですかね、うんうんうん、でそこに関して、うん、まあよく、うん、これ依頼する側も分かってないんちゃうかなというのがあってね、でブランディングとは、うん、いかに商品を売るかっていうことじゃないんですよね、僕が思ってるのは、でこれなんていうか、この会社そのものをデザインしていくみたいな、だからその例えばマークを変えたら、うんユニフォームも変わり、でその見せるウェブも変わったら、なんかこうなんていうんですかね、こうキャッチコピーじゃないけど、その言ってる内容が変わって、うんで従業員の対応も変わらなあかんみたいなね、全体のそのもうそのものをだから全てが紐づいていくから、めちゃ大変やでと、大変ですよ、これただ単純にマーク書いたら終わりちゃうでと、確かに確かにとか、あといやブランディングしたら物売れるんでしょみたいな、いやちゃうねんと、だからその EC のその買いやすさから、うん、もう全部をそのやっぱりこう紐付けて、まあ手こ入れもしなあかんし、意識もね、その人たちの意識もどっかでこう抱えないといけないしみたいな。そうなんですよ。だから見た目よりっていうか、その表面的なことよりも実際は大変だぞということはありますよね。いや本当にもう、うん、日々やってる仕事をちゃんとデザインし直さなあかんから、うん、やっぱまあね大変やし金かかるし、うんうん、みたいな、うんうん、ことで、まあ見積もり出したらいやめっちゃ高いやんめっちゃ高いやんみたいなね話になるんですけど、うん、だからなんかこうブランディングっていうのを単にこうデザインきれくして、ねうん、でアップルも何がすごいかというとやっぱりもう製品を作るどういうふうに届けようかから、うんうんうん、もう全部そのパッケージも含めてね、うん、もう全部めっちゃこだわってますよね。こだわってるし一気通貫してるし、その簡単に分かりやすくボタンもなくして、うん、説明書もなくしてみたいな。いやアップルのねやり方って本当にすごいっていうか、ね、こう通説っていうか、うん、そういうの今やったらどんどんねなくなっていってるじゃないですか、うんうん、iPhone にしてももう今AirPods で聞いてるからそのヘッドホンジャックもないし、うん、みたいなね。 MacBook に至っては昔その DVD トレイみたいなのあったけど、うん、もうあれもなくなってきて、うんうん、しかも USB じゃなくて USB-C に変わってるって、はいはいはい、どんどんアップルがルールを作ってますよね、うん、みたいなとこあるからね。だからもうアップルを基調にして国もブランディングし直した方がいいですよね。そうですね本当にそうですもう無駄なものは捨てていくというね。ねコロナもねあれもちゃんとブランディングした方がいいですよ。コロナをブランディングするコロナの対応もね。あコロナの対応ね。こんなワクチン打ちにくいことありますこれ、ね、ほんまね今もう渋谷がえらいことになってますもんね。いや本当に若者ずら並んでねあんな松とかね。いや今日もちょうどね、うん、この前に午前中はそのねいつもお世話になってるカフェローデストのママさんのところの YouTube の撮影行ってきたんで、まさにその話をしてて、うん、若者っていうのはあれなのかなって言ってね、うん、予約とかももうめんどくさいと、うん、予約することすらめんどくさいけど、うん、2時間並ぶのはめんどくさいことなんかなって話をしててね。ほんまそう。普通はそれがめんどくさいから予約するんだろうみたいな、うん、私たちの感覚やそうやけどね、うん、みたいな。ほんまですねって話をしてたんですけどね。いやほんまにね僕なんか若い子が情報に強いと思われてるじゃないですかこう、うん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 ね、確かに確かにイメージ若い子がねなんかね情報弱者に結構なってんちゃうかなってちょっと思ってるんですよ。そうなんですか、とかあとネット上の情報を鵜呑みにしやすいっていう子がめちゃくちゃ多くて、あ、はいはいはい、なんか自分で考えたりとかあこうやったら早いなとか確かに確かに であんまないでしょ一見ネット、うん、ね強者やけどほんまにそれは言えるかもしれない。うん、だから自分の使ってるその端末やったりそのソフトにはね、うん、強かったりするんかもわかんないですけどなんかこういやこんなん普通に考えたらネットから予約した方が並ぶんで済むやんとか、うん、なんかそういう発想ってあんまりこうそこが面倒くさいみたいになるんですかね。よくわからん、ね、よくわからんってことはないやろうね。だって2時間並んでるうちにかかりますよね。ほんまにねほんまにね、うんうん、あるよねそれね。いやほんまにあれひどいな思いましたね、うん、だからまあそれもそうなんですけどだからブランディングって僕はもうなんかそういう透明性高くこうなんていうかこう日々の仕事から会社を全部なんかデザインしていくという方向が、うんうん、いいんやろうなと。だからまあ、多田さんともよく言うんですけど例えばブランディングしてくださいっていう作家の方とかいて、うんでもなんか顔写真は出したないとか あるじゃないですかよくね。でそうなるとその人のこう透明性の部分信頼感の部分にすごくこう影が落ちるから、うん、ブランディングとしてはすごくこうマイナス、うんうんうん、で出た方がいいよと、うん、でしかも、まあ、多田さんとかもよう言うんですけどそのナチュラルにね普段会った時と同じような状態で見えて、うんる方が、うん、信用が結局は高まっていくよっていうことはあんまりこうよくわからんままなんか親しみやすくしたらええんちゃうかみたいなとかねまあ、自分が気に入られたいとかよく見られたいというところから始まると、それはちょっと本来のゴールじゃないですよね、うん、というところに気づくっていうか、そうなんかね、自分の好き嫌いとかが結構影響してくる人が多い、うん、そこを公私混同っていうかしたらあかんだろって僕はまず思うんですよね。いや、ほんまにそうだ。何のためにそのいい写真を撮るのかとか、うん、それを見てくれるお客さんの視点をまずちょっと考えなダメですよねっていうね。そうそうそう、なんかね、そういうことをいろんなところでお伝えしてるというね。そう、うん、好感度みたいなのがすごいゴールになる人もおるしね、うん、なんかそこじゃないんやけどな。そうだから、あとね、なんかものすごく仕事やってて気になるのは、これはね、なんかあんまり詳しく言えないですけどね、うん、仕事は友達作りじゃないよという、うんうん、なんか仲良くわちゃわちゃやってるのがいいみたいなところがあって、だからその例えば、いや仕事ってやっぱり議論を交わさないとダメだろうと、うん、こっちがこうとかで、それは自分の言いたいことを言うんじゃなくって、うん、本来よくそれをよくするためにものを作るんやったらものを作って、うん、結果が出るための、うん、その議論っていうのはすごいやった方がいいんですけど、うん、そういうのもなんか言ってはいけないんではないかとか、これをこう、お客さんのね、うん、言った通りにしひんかったら、いやそれはなんかちょっとちゃうんちゃうみたいな空気が流れることってたまにあるんですけど、うんうんうん、いやそれだといいものできないっすよねと、うんうん、日本人って結構多いですよね、そういうとこありますよね。表面的なところが気になるっていうね、あんま嫌われたくないわっていうね。そうだからそれももちろんあるけど、うん、それが全てになってはいけないなっていう、うんうんうん、本来のゴールを見失ってはいけないなというふうに思うわけですね。うん、ね、まあかといってなんかね、まあ、意見というか、まあそのね、好感度上げよう思ってなんかそのね、気持ち悪い上司にベタベタされても、まあ、さらに気持ち悪さ増えるのと一緒でねなんかもともと根本が良くないのにこう体裁ね、うん、いろいろ整えてもやっぱりこういいようには思われへんっていう、うん、だからなんかまあ僕が思ってるのはやっぱりこう、うんうん、田中さんも多分やられてるんだよ。もうコミュニケーションをガーッと取っていって、うんうん、その人の本質的なところをこう見出して、うん、まあ、会社やったら会社の骨格を見出して、でそこをこうどう今まで出してないんやったらこうどう伝えれるかなみたいなところが、うん、まあ、一番ポイントになって、うん、じゃあここ変えましょうみたいな、うん、とこがね出てくるのかなという。絶対その、まあ、人でも会社でも絶対個性っていうか、そのところのその人が強いところって絶対あると思うんですよ、うんうんうん、誰にでもどんな会社にでも、うん、だからそこを出さないともったいないですよね、うん、という。でそれをやっぱりヒアリングするね、能力っていうのもこっちも身につけとかないといけないし、うん、でそれをそのまま出したらまあいいだろうと。多くはその個性とかいいとこがあんのにそれを出せてないのがもったいないと思うだけでね。そうですよね、うんうん、あとまあなんか気をてらったのもね良くない、ね、いやそれも良くないですよね、うんうん、なんか気をてらったデザインじゃないけど写真写りもね、うん、奇抜にめちゃくちゃおとなしい人が奇抜なあれするね多田さんのその映像でも中で言うてはったけどなんか弁護士事務所のね、うんうんうん、弁護士会計事務所みたいな人が、うんうん、弁護士とかそういうのね固い仕事の人が情報みたいなポジショニング的になんかごっつい悪そうな感じでやる、うん、アロハ着とったらおかしいアロハとグラサンで出てたらおかしいですよね、と。目立つのは目立つけど、うん、いやそれは本当にね博打です。当たるかもしれませんよ、うん、当たるかもしれへんけど多くの人は、うん、ここ頼まんとこってやっぱり思うから、うん、やっぱそれも分かってないといけないですね。だからまあ結構そのやっぱ信頼信用みたいなところの、うん、を軸にした、うん、やっぱりデザインっていうのはすごいね、うん、ブランディングには大事かなと思うけどね、うん、そうっすよね、うん、でなんかそのブランディングという言葉が結構一人歩きしてね、そうっすね、うん、これやったら全部いけるっていうところもね。だからクラブハウスでもブランディングをテーマになんかいろいろ話してる部屋とかたくさんあるんですよ、うんうんうん、で僕そこ結構聞きに行くんですよ、うんうん、でも案外みんな言ってることも全然違うし、うん、で何言ってんのか分からへんいうのもよくあるし、うん、いやこれぐらいブランディングっていうのは難しいんかなと思うわけですね。いや難しいと思いますね。よく分かってない人のに、うん、ブランディングしますとか言ってる人も結構多いっていうかね。そう、あとね、一番これは僕ちょっとやらん方がええと思って、はい、よっぽどこれレベル高いでと思ってるのは、はい、よくみんな簡単や思ってやるセルフブランディング。あ、セルフブランディングってよく聞きますね。よく聞くじゃないですか。よく聞く、うん、そもそもね、うん、自分のこと分かってないのにできるわけないできるわけないとね自分の出したい自分で出たらこれあかん言うてる、あかんっていう、うん、言うてるこれはだから必ず誰かの目を通した方が多分うまくいくけど、本当にそうですね、うん、自分で自分のことはやっぱり分からないし、うん、いや客観的に見ようということはできるけど、うん、でもやっぱり最終的に自分は自分で見てるわけじゃないから、うん、分からないと思うんですよ ね、うん、だから自分で自分のことはやらない方がいいと思います ね、うん、いやほんまにもうだってそもそもすごいね知識のない人らが、うん、すごい頭で考えて、うん、ねセンスないのに、うん最大限ね、うんこれ A ですよって出しても、うん、そらセンス悪いって話ね、また言っちゃいましたね言っちゃうんですよ、ね、だからあんまね自分の中でね、うん、やっぱ考えほうがいいですよね。やっぱまあプロの手を借りるというのはやっぱりそら絶対そうっすよ。だからまあ中にはものすごくセンスが良くてね、うん、それができる人もおるけれども中にはいるんですよね、うん、だから例えば多田さんがやるとかはまあそもそもその職業やから、うん、見てできたりするんですけど、うん、よっぽどまあそういうスキルがある人じゃないと、うん、まあ難しいんちゃうかな。ねえ、まあ流行ってしまうからなんかやった方がええんやろみたいな。そう結局はだからやっぱり結果出す成果物がいいかどうかっていうか、うんうん、洗練されてるかどうかっていうところって思うんですけど、うん、それができない人が出したらもうできてないですからねっていうね。できてない、うん、それやりたいかどうかとかじゃなくって、うん、もうそれは結果なんでっていうふうに思う。それを見た時に人がどう思うかっていうね、うんうん、やっぱりプロが手がけた方が、プロはもうたくさん手がけてるわけやから、うん、早く綺麗なものがやっぱりできるし、そうもうねスパイスの種類揃ってるカレー屋みたいなもんですからね、うん、そうですよ、どれ来られても何からできますかみたいな、そう5からペッて出す、ね、対応できるんでね、うん、でまあそのブランディングをやる前に、まあ、やっぱ僕とかはまあやっぱりその打ち合わせでいろいろヒアリングしたり、うん、コミュニケーションするみたいなところもね、うんめちゃくちゃ大事で、まあそこでだいたい7割ぐらい仕事終わると言っても過言ではない。そうっすよね、うん、やっぱりね人によって打ち合わせのやり方って全然違うと思うんですよ、うん、ね。そうだからこれね、うん、デザイナーが悩む編はい、うんここからね、うん、2個ぐらいやりたいな。おっと素晴らしい、次回その次と、うんうんデザイナーが悩む編、打ち合わせどうしてますか。おっとこれは聞きたい、これ聞きたいでしょ。これは聞きたいし、あとね、うん、デザイナーが悩む編、はいはいはい、ネギ目どうしてますか、ね、あ、ネギ目どうしてるか編これは聞きたい、聞きたいじゃないですか。これ聞きたい、このね2つを逆に言うと抑えると、うん、もう商売抑えたと、そういうことですよね、言っても過言じゃないんちゃうかなと、うんであくまでまあ多田さんと僕が、普段どうしているかと、うん、でそしてこのねもう創業してから多田さんで14年ぐらいですか、13年で、まあ、うんうん、僕らも12年目来て、まあ、これだけ続いてる理由というところが実はこの辺に僕らも悩んでたからだよという。あ、まあだからそのあたりは、ね、改善に改善を重ねて失敗もし、そっからやっぱりどんどん生み出されていって、うん、まだ今が完成されてるっていうことじゃないけども。やっぱりねそのコンサルとか聞いてても、僕デザイナーのコンサルとかもよくさせてもらうんですけど、はいはい、やっぱりみんな困ってるんですよね、うん、ネギ目とか、うんもっと細かく言うと見積もりとかどうしてますとかね、あとそういう結構ね聞くに聞けない、今更聞けない感みたいなのもよくあるから、プロが言うてるのにね、そのあたりはもうこういうふうにしてますよという集大成を、もうこれを聞くだけで集大成を、はい、僕らの十何年間ここに30分に集約すると、30分に集約してこの虎の巻として、お伝えしようと、永久保存版ねこれはね、うんで僕らがそれを言ったからといってそうなってなかった場合でも文句は言わないでほしいと、それあくまで進化の途中やと。進化の途中だとね、ということで僕らはまだそのこれがいいんちゃうかと思ってはきてるけども、うん、まだまだ時代とともにね改善の余地はあるし、まだまだチャレンジャーですよ。そうそうそう、ね、チャレンジ精神でね、はい、やってますし、また違う時代によって仕事もね、そうそう変わっていくからね、増えてくるから、うんうんうん、それのね値段の付け方やったり、うんまあなんていうか今で言うとこうサブスクリプションみたいなのが出てるじゃないですか。本当にビジネスモデルも変わっていくから、まあ、そういうことに合わせて、まあ、気がついたら合わせていってるっていうのもありますしね。そういうところもね含めて、話しちゃおうかなという、もういろいろな失敗談から、うんいろいろ含めて、うん話してみようかなと、はいはい、ということで。では第2弾第3弾を、皆さんお楽しみにということで、お楽しみにということでありがとうございました。ありがとうございました急に終わるんですね。